れでしょ、去年のクリスマスイブの約束を守れなかったから今年に合わせたんでしょ。だから社長は丸々1年間も眠り続けたでちゅ。所長が怪我すると何日も眠り込むという話をお聞きして待ってたが、まさか1年も寝るとは。ひどいです、冬葉さんがかわいそうです。いくら冬葉ちゃんが気になるからって目の前の私たちを差し置くなんてひどいぞ。いつの話をしてるんだ。ひどいです、久しぶりに会えたっていうのに高弘さんは。たく、いくら冬葉ちゃんの心を取り戻したって張本人が消えてれば世話ないよ。心だけ元に戻ったってね、好きな人がいなくなったらその心はどこへ行けばいいんだって話。好きとかそういうのじゃ。あのなんだ、やっぱりいたんだ。なかなか出てこないからどうしたかと思ったよ。あ、高弘さん、あのお久しぶりです。さてと、私もそろそろ仕事しなきゃ。私たちは仕事だよ、互いに。萌えっ子島では新人なんだからサボっている場合じゃないよ。じゃあフィアちゃん、あとはよろしくね。旦那寝起きでボケボケだから頼んだよ。社長もこれからは待たされる女の子の身にもなってあげるでちゅ。もう情報部のエリートではなく萌えっ子島の所長なのでちゅから、メイドさんを困らせてはダメでちゅよ。特に所長だけのメイドさんにはね。さてと、私は仕事に戻るでちゅ。あとは冬葉ちゃんに任せるでちゅ。はい。してくださったからごめんなさい、高弘さん。ごめんなさい、私のせいで。だって、だって私のせいであんなことに。私なんかのために高弘さんがずっと意識を失って、ずっとずっと目覚めなくなってしまって、私役立たずで何もできないのに、なんで高弘さんがそんな目に。
高弘さん。ずっと言いたくて言えなかったことがあります。体の調子は？まったく相変わらずでちゅね。所長にお友達が多いように、私にもお友達がたくさんいるのでちゅよ。な、何を見てるでちゅか。そう思うなら感謝して仕事に精を出すことでちゅね。はい、だからクリスマスパーティーを開くみたいですよ。はい、世界からクリスマスがなくなってから多分世界で初めてのクリスマス。なんかワクワクしますね。雪なら紙で作ればいいじゃないですか。本当に今度こそクリスマスが訪れるのですね。私ですね、ずっと
お願いしていたのですよ。高博さんが戻ってくるように、ただそれだけを願っていました。もう私にはただそれだけしかありませんでした。そしたらクリスマスイブに高博さんが戻られて嬉しかったです。まるでクリスマスプレゼントのよう。高博さん、そんなことありませんよ。だってせかいでもっともすばらしいクリスマスプレゼントでした。さあ、パーティーの用意しましょう。もっと飲まなきゃダメだよ。ああ、カズサさん、タカヒロさんに抱きついたらダメです。高博さん、一人で何をなされていたのですか？寒いじゃないですか、こんな場所で一人でいられたら。そうですね。もう12時を回りましたね。ですね。え？高博さん、これ。雪の話ですね。
リスマス最後のプレゼントですね。私は今日一日はサンタさんですよ。似合いますか？そうですか？しますか？どれにしましょう？本当によろしいのですか？セーブします。成功しました。